はい、では、続いて中央広場に行ってみましょう。あのような徴兵機が近くに現れたのに、混乱もそこまでではないですね。なあ、思えば青の大樹の時やあの対戦の直前もそうだったな。うん、みんな分かっているんだろう。今はやるべきことをやるしかないって。強いのね。さてと。でしょ。うん、うん、まあ順番に行きますか。間魔法キレイと戦闘で武器の動力キートの消耗が激しかった。原点が協力してくださったおかげで速やかに修理を行うことができた。うん、ご協力感謝しなくてはなりませんね。課長、よお前らか。元気課長、お疲れ様です。魔法騎兵の残骸の回収などはほとんど改良しているみたいですね。ああ、なんとかな。赤い製造連中の仕事が良かったこともあって、町の被害も最小限で済んだ。うん。元大統領を含め苦い思い出しかない連中だが、今回ばかりは助かっちまったぜ。あのさんともかく傭兵は依頼次第だからな。ま、そんなわけでこっちはそろそろ撤収だ。ラドリーのやつと合流して、俺たちも作戦開始に向けていろいろと打ち合わせを、打ち合わせておかねえとな。なんか落ち着いて一泊する暇もね。ある意味その方が健康的だと思いますけどね。そうは言うが、タバコは理屈じゃねえんだよ。ではまあ、ここから先は、クルスベルの命運を左右する分水嶺だ。験担ぎに、この作戦が成功するまで禁煙にしてもいいかもな。課長も本気ということですが、課長の喫煙のためにも作戦は成功させないとね。それもどうかと思うけど。やれ、俺のことはいいから、とっとと作戦準備に戻りやがれ。街の解放は警察の仕事だとすれば、ここから先はクロスベルの底力のものが試される局面だ。旅行支援課の持てる力を全部ぶつけてこい。気を引き締めてかかれよ。はい。うん、課長。はい。あれ、協力者じゃないか。あ、渡航支援課か。課長も特務支援課だった。験担ぎ。験担ぎ、突入作戦が成功するまでを原因を言い出しさせる原因。この局面に臨む心意気が伝わった。うん。うん。はい。はぁ、さん。潜入が解かれたってことは結局ルーファス総統も口だけだったってことか。というか俺たち市民がいつまでも他力本願っていうのも良くないよな。余計なことを考える暇があるなら、その分風船を配って少しでも多くの子供たちを笑顔にしないとな。うん。うん。さあそうと決めたら仕事に集中。お兄さんたちも風船はいかが？うん。ミッシーの風船もあるね。じゃあ、原点行きますか。うん。ミゼットさん。おばさんがずっと欲しかった、ZCF 製の最新型動力掃除機。うん。改めて店長さんにお願いしたらすぐに入荷してくれることになったのよ。この店長さんはいつも親身に相談に乗ってくれて本当に助かってるわ。うん。おばさん、この原点を本当に愛してるのよ。店長さんはもちろん、スタッフさんもいい人ばかりでね。これからもずっと通い続けるわ。うん。
評判のいい店ですね。フリオさん、黒の衛視隊が撤退したってことは、ルーガス総統の野望はついえたってことでいいんだよな。にしてもディーター大統領の時もそうだったが、やっぱ独裁者ってのは最後には負けるって決まってるんだな。フェルナンドさん、占領が解かれ、いろいろな取引先と再び連絡が取れるようになりました。これでようやく品切れしていった商品の発注をかけることができます。うん、どんな時であっても様々なニーズに応えるのが私どもの務め。お客様をお待たせした分、今日はとことん働かせてもらいますよ。うん、チャコさん、いらっしゃいませ。オーマルソー限定へようこそ。あれだけ物々しかった雰囲気はすっかり消えて何よりです。やっぱり私たちのクロスベルはこうでなくちゃいけませんよね。うん、はい、これ持ってるね。うん、あとは特にないかな。ウェンディさん、いらっしゃい。解放作戦本当にお疲れ様だったわね。みんなが兵士たちをぶっ飛ばしてくれたから、私はすっきりしちゃったわ。というのに、安心相当と来たら、今度はあんな兵器を出してくれたなんて。ああ、もう無茶苦茶しちゃう。これ以上クロスベルを好き勝手にされてたまるもんですかっての。私は原点の一員として引き続き警察に全面協力させてもらうけど、もちろんロイドたちのオーブメント調整も受け負うわよ。うん。ドイツ国もあの兵器を認めないんだから、一緒にガツンとかましてやりましょう。うん、ああそうだな、一緒に頑張ろうウェンディ。うん、まあとりあえず今はいいかな。うん、ああ3に強化できると。あれ、うん、今はいいか。うん、上は誰もいない。うん、コンテさん、黒の兵士たち町から追い出されていい気味じゃない。それともかくバベルのキラなんちゃら、とんでもない兵器だそうじゃ、とんでもない兵器だそうじゃが、うん、よく見たら嫉妬心深化の目々ではないか。クロスウェイタイムズ号外を見たが、どうやら協約者と共にあの兵器を止めに向かってくれるそうじゃな。いつもこのような乱事ばかり押し付けて本当に申し訳ないが、どうかよろしく頼んだぞ。ええ、激励ありがとうございます。どうか私たちにお任せください。うん。クロスベルタイムズを買わないといけないと。はい。ラルフさん。町が一切から解放されたことでなんだか悪い夢が覚めた気分だよ。高島のバベルと言ったか。帝国の列車砲のように戦争の抑止力になるのは間違いないだろうが、クロスウェルを守るためとはいえ、殺戮兵器が使われていいはずがない。ルーガス総統、今からでもなんとか考え直してほしいものだが。うん、これ町の人はルーガス総統が死んだ、まあ、まあ生きてるんだけど、なんていうか、うん。ねえ、ルーガス総統がどうなったと思ってるのかな？ちょっとよくわかんない。うん、みんなちょっと前までルーガス様のことを叩い
ていた感じなのに、ルーフス様って実はいろんな人に嫌われてる。まあ、確実にいろんな恨みを買ってるだろうしね。でも恋人になれるなら別に大陸中の人が敵でも可愛くない？ずるいリナリ、それ私が言おうとしたのに。だってよかったね、ルーファス。彼女たちも水凶だな。でもどうせならルーファス様のことみんなも好きになってほしいよね。うん、確かに恐ろしい兵器を持ち出すのはやりすぎじゃんって思うかな。うん、ハロルドさん。おや、進化の皆さんではありませんか。ハロルドさん、毎日から戻ってきたんだな。ねえ、町のことが心配でしたし、私たちなりに力になれることがあるのではないかと思いまして。フリーム皆さん、警備隊の方々から聞きましたよ。解放作戦から引き続き、あの兵器を止めるための作戦を控えているそうですね。厳しい状況ではありますが、ここで諦めるわけにはいけませんから。やはり皆さんは強いですね。そんな皆さんの姿に何度背中を押されてきたことか。どうぞ心ばかりではありますが、どうかこれをお持ちください。うん。ありがとうございます。こんなにありがとうございます、ハロルドさん。大事に使わせてもらいますね。皆さんと違って私に戦う力はありませんが、商人としてできる限り町の力になろうと思っています。他のクロスベルの住人もまだまだ諦めてはいませんよ。皆さんの作戦心より応援しています。どうかご武運を。はい、うん、まあ、レンちゃんというか、まあ、レンちゃんのお父さんですね。まあ、本当のというか、うん、ミゼロさん、アルドさんとはアルモリカでの取引の際に知り合ってね。僕は一つ手を組んで様々な支援、資金援助をさせてもらうことにしたんだ。おう、私もクロスウェルのために一肌脱がせてもらおう。うん。うん。ね。あとミミちゃんたちかな。あれ、コッペさんは？コッペさんいないのか。あ、支援課のみんな。みんなのおかげでまたパパとママと一緒にいられるの。どうもありがとう。本当に心から感謝します。うん。まあ、サリーさん、ね、ミリちゃんのお母さんは、ミシュラムで、まあ、観光案内の仕事をしているんですが、まあ、ミシュラムに閉じ込められてしまってたわけですね。皆さんには何度救われ、そして勇気をもらえていることか。ね、こちらこそミミちゃんの応援にはいつも助けられています。本当に、なら今回も目いっぱい応援しないと。フレーフレー支援課。七組と他のみんなも、俺たちのことまでよく覚えてくれているものだな。元気が出ますね。うん。うん。はい、ありがとう。同僚に成功してもらって、一足早くミシュランワンダーランドから戻ってきたんですが、想像していたよりも耳がしっかりしていて、驚かされました。これもきっと皆さんのおかげですね。うん。それもさっきまでコップも一緒にいたね。みゆちゃん、みゆちゃんとコッペさんいつも一緒にいるはずなんですが、
いつの間にか、あ、支援カービルの方に戻っていった。うん。僕たちがいない間、いつも娘を支えてくれているし、後でお礼をしないとね。うん。まあ、ここね、ご夫婦共働きなので、いつもみーちゃん、ね、まあ、黒猫のコッペさんと一緒に、遊んでいると。じゃあ、二人のジャスティスが、愛するコーヒーショップ。クロテさんね。クロスウェイタイムの特別問題、命はね、負わせてもらったわよ。いろいろと頭の痛い問題多いけど、最後には希望を持てる内容で好感が持てたわ。私を含め、クロスウェル人には諦めが悪いから、まだまだへこたれていられないわね。うん。何があろうと、私はここでコーヒーを飲みながら堂々と構えているわ。今回もきっと大丈夫。根拠はなくとも信じているわ。うん。なんか、話し合ってんのかな。おっと、いや、とりあえず、食べようか。はい。はい。セルティオ一人だとどうしてもプロデュース面が心配ですが、そちらに関してはノンノがいてくれば大丈夫そうかと。しかし、当店の未来を担う二人の活躍をそばで見る守ることができて私も幸せですよ。うん。私もまだ引退するつもりはありませんが、後進の成長ぶりを旗で、そばで見守ることができて本当に幸せですよ。うん。うん。私自身は魔獣食材や下手物に対する抵抗はなくなったのですが、お客様は別ですからね。もちろん嘘はつけないので、極物料理であるという前提をお伝えしますが、うん。詳しく聞かれない限り何が入っているのかぼかさないと、それも心遣いですよね。うん。うん。魔獣食材や下手物珍味の類は知れば知るほど奥が深くて、お菓子の材料としても本当に優秀なんです。私もセルテオさんに負けないよう、これからもパティシエールとしての腕を磨いていきたいと思います。うん。食材の確保がままならない危機の中で生まれた新メニューは好評。その名も、魔獣の旨味凝縮パスタ、謎の液で謎の液汁とブツブツを絡めて、恐ろしい。だったんだが、オーナーとノンノから名前を改めるように言われてな。野生味あふれる軍風パスタ、エメラルドソース仕立てに変更されたんだ。俺的には前者の方が料理の魅力を楽しく伝えられると思うんだが、一体何がいけないっつうんだ。恐ろしい。うん。まあいいや、俺はともかく、これからも客に喜んでもらえる料理を作るだけ。でもっていつか雑誌に取り上げられるくらいの主婦になって、綺麗で素敵なお姉さん方に少しだけモテれば、それだけで満足なんだからな。うん。うん。うん。ということはさっきの料理って、これか。ね、魔獣の食材を大量に使うと。兵士隊のいない町がこんなに開放的だなんてね。やっぱりクロスウェルはクロスウェルの人たちで守らないと。おかげでコーヒーも進むわ。うん。
では部屋かで行こうか。お、やっぱりパティさん来てましたね。ありがとうございます。パティさんとおっしゃいましたが、まさかこちらに来られる際に帝国の提携店や工場と連絡を取ってきてくださるとは。で、まあさすがに全部とはいかなかったけどな。百貨店やシンシア先輩の負担を減らせればいいと思ってよ。パティさんが優秀すぎる。おかげさまで助かりました。ヘイリヒ殿から伺ってはいましたが、さすがの行動力ですね。そうか、まあできる女だからな、私は。お、誰かと思えばマキアスのダチじゃねえか。私のビューデンを盗み聞きしてるんじゃねえぞ、こら。そういうつもりじゃなかったんだが。てか、本当に百貨店で大活躍してるみたいだな。まあな、世話になってる百貨店だからよ。ちなみにビザも更新してきたし、これからも働かせてもらうつもりだぜ。あれからカルゴも仕事を探して、バイトを始めたみたいでよ。お互い自分の道を見つけようとしてるってところだ。まあ、たまに合流してはマキアスに高級な肉でもおごってもらうつもりだぜ。マキアスさんも才なんだな。とにかく頼もしくやっているようで安心した。あなたのこともあってまだ油断はできない状況だが、しっかりな。言われるまでもね、お前たちもしっかりやってこいよ。うん、はい。気合が足りねえならビンタしてやってもいいからな。いつでも言えよ。アントニオ・パティリーさんか。うん。うん。あ、伺っていた通り、パティさんは行動力があり素晴らしい方ですね。彼女の働きに応えるためにも支配人として全力を尽くす所存です。うん。驚きました。まさかパティさんが帝国から駆けつけてくれるなんて。少し前まで先行きが不安で落ち込んだりもしていましたが、先輩として恥ずかしい限りです。彼女を見習って、私もできることを全力で頑張らないとですね。うん。間違えた。ヘイリッヒさん。まさかこの状況でクロスベリー色を果たすとは。さすがパティリー、いろいろと気が暗いで恐れ入りますよ。ともあれ、私は私で今できることを進めないとですね。うん。妻が友人に誘われて炊き出しの手伝いを行って、ほー。うん。レスト支配に相談したところ、格安に食材などを融通できることになった。うん。ここは最高の職場ですね。うん。モーダンさん、クロスベルが大陸を滑る帝国人ながらその実現を望んでいる自分がいたが、冷静になって考えるとこれほど愚かしいことはないな。それを先の体制で学んだはずなのに、やれやれ我ながら情けないよ。まあね、洗脳されてたんでね。私を力で押さえつける、冷静になって考えるとこれほど愚かしいことはないな。うん。やれれ、ルーファス総統の考えに一時でも賛同した自分が情けないよ。うん。はい。戦力解かれたとはいえ、何やら予断を許さない状況みたいですね。ともあれ、私にできることは必要としている人に必要な食材を売ること。余計な心配をしている暇があるなら、粛々と仕事をしないとですね。うん。これ持ってる。う
サザークさん。いや、私ではサザークさんに対してそんなにルーファス相当の話を。気のせいじゃないですか。気のせいって本当に覚えてないのかい。言われてみれば話したような気もしますけど、私も疲れてたんですかね。そんなことで今日は帰ったら、新婚旅行の話をしますからね。了解だ。うん。よくわからないけど、いつもジャネットに戻ってくれたみたいで嬉しいよ。うん、まあ、ジャネットさんは、洗脳を強く受けていた感じですかね。新婚旅行すでにプランはいろいろ考えていたし、ジャネットにプレゼンしないとね。うん。まあ、お幸せそうで。ウィッシーテイル。これ持ってないやつかな？買っとこうか。持ってる？ん？違うな。持ってないか。まあ、いいか。で、これですよね。で、あと、ブックマニア。うん。うん。あとは、いいかな。一応、買い足しとこうか。うん。うん。言われてみれば最近はなんだかポケーとしてることが多かったような。でもそんなことより、新婚旅行の話を進めないと。うん。メリーさん。メソドの計画を指示しなきゃって一度は思ったけど、やっぱり宣戦布告はありえないわ。たとえ自分に全く関係のない他の国の人だとしても、誰かが悲しむのはもう二度と嫌。誰だってそう思うし、それが当たり前。議論の余地なんかないわよ。うん。プラさん、坂島のバベル。あれがルファス総統の切り札というわけですわね。何が悪を滅する天の雷。あんなものはただの暴力ですわ。綺麗事で世界が回らないことは理解しますが、それにしても美しくありませんわ。うん。うん。ルファス総督にしてはセンスも感じて、ルーファス総督にはセンスも感じていましたが、今の総統は最悪ですわね。うん。うん、やっぱりなんか、ね、総統が、まあ死んだというか、まあ、ルーファスさんは生きてるんだけど、ね、まあ、衛視隊の人はね、総統がね、死んだみたいな感じで言ってたけど、町の人は、総統がまだ生きてると。まあ、うん。ちょっとまあ、ややこしいですが。うん。こういうふうに認識している感じですかね。ベイカーさん。町から演出行きへ、まるで我の夢から覚めたような気分です。このまま天の雷が発動されれば、再び戦争に突入するのは明白。そうなる前に回避しなければ、また多大な犠牲を伴うでしょう。私はそれを止めようとする方たちを応援するくらいしかできませんが、成功を祈らせていただきます。うん。うん。メガミシーゴールグルは持っていると。ミリーさんは話を聞いたと。で、パオラバーさん。ゼーフスに近い古い友人から伺った。どうやら衛視隊の方たちも正気ではなかった。うん。残る問題は、古城の兵器。ですが、必ず大丈夫と信じています。なんといっても、このクロスベルには、
特務進化をはじめとする素晴らしい若者たちがいるのですから。うんうん、トレックさん。で、さっきなんとかレバにいる家族と遠隔通信ができた。親父も袋も俺の声を聞いて心の底から安心してくれたよ。それにしてもクロスベルは本当に災難に見舞われやすい場所だよな。裏を返せばそれだけ魅力のある街でもあるんだ、だけどさ。うん。まあ、素晴らしい街だからこそいろんな人というか各国から狙われてしまうと。うん。で、あと武器屋さんと支援家ビルかな。うん。進化に、7組に、それ以外の協力者。中にはとんでもない奴もいるじゃねえか。しかし、どいつもこいつもいかにも何かやってくれそうないい面構えっつうか。ま、お前たちならいくらだって武器を融通してやるさ。せいぜい決まっていけよ。了解です、ジェロンドさん。ご協力ありがとうございます。うん。まあ武器は取り、これロイド君とユーナちゃんも装備できるってことか。んー、いるかな。防御特化か。まあ一応買っておきますか。2つ。まあこれはいらないかな。うん、いらないね、弱いね。で、支援カビル。誰もいないか。あ、コッペさんがいるっていう話か。うん。支援課メンバーは、ほぼほぼ、今、ここにいるし、課長は、ね、ゲンテの前。うん。まあ、特に、何もないかな。お、あー、
すごいな。動物会議が行われている。すごいですね。はい。じゃあ、斉藤先生から。サイトとコッペ、あまり見ない子もたくさんいるね。ガイウスさんの、親友のゼオさんと、ジンゴちゃんの飼っている、ケルベロスですね。なんという癒しの空間。見ているだけで和んでしまいます。おにゃ。お前たちか。何この者たちもお前たちの勇姿を 見守りたいそうでな。志を共にする者同士、自然と集まってしまったような。ケルベロスという者に関しては、主人に、店の骨を広げてこいと言われたことが理由のようだが。うん。そうなんだ。相変わらず、ゆいさんの話じゃないと思うけど。ぴゅいぴゅい。ガイウスの相棒のゼオか、何か言っているみたいだが、この者の感覚は鋭いな。確かに追い風が吹いているのは間違いない。追い風か。ガイウスの意味がわかるのか。うん。というか、斉藤先生が動物語を翻訳してくれるので、ありがたいです。何、時が来ればいずれわかる。言わせる必要はなかろう。ねえねえ、私も動物をお話ししてみたいわ。私も混ぜてちょうだい。あ、私もせっかくなのでコッペと交流を。おいおい、何なんだ。この緊張感ゼロの状況はよ。いつまで動物と出会ってるつもりだ。ただの動物じゃないよ。みんな作戦に協力してくれてる仲間なんだから。なあ、姿形は人とは違えど、この者たちはお前たちの同士だ。そして私も、本来は人と交わることのない存在だが、警察犬であるからには、共に立ち上がるわけにはいかんだろうさ。この町の未来を守るため、私も尽力させてもらうぞ。ありがとう、ツァイト。心強いよ。うん。タイトさん。未来を切り開くのは人の子自身の力でなければならない。だが警察犬とてその道行きを手助けするくらいはかな、構わぬだろう。応援するぞ、特務支援課。そして志を共にする者たちよ。うん。はい。うん。ゼオさんも気合が入ってるようですね。ゼオ作戦もよろしく頼むぞ。うん。うん。うん、どうやらこの後は店場に戻る予定だそうです。あの天使もこの犬も相当常識外れだよな。うん。まあ、あの、ティオスケは、動物の言葉がある程度わかる。まあ、キーヤちゃんもね。うん。コッペも私たちを応援してくれてるみたいです。うん。まあ、このシリーズ、あの、動物の言葉がわかる人が結構たくさんいる。ですよね。間違えた。うん。うん。ピオスケと、あとキーヤちゃんね。ここにいないけど。うん、ティアちゃんと。で、あとは、そうだな。あとは、あれどこだ、あ、この人ね。レクターさんも、動物の言葉がある程度わかる。あと、まあ、全く出てきてないんですが、まあ、リベールのね、リベールのお姫様、クローディア姫殿下も、動物の言葉がわかる。ね、あとは、セリヌちゃんか。うん。まあ、セリヌちゃん、まあ、もともと猫なんでね。ので、割と、動物から情報収集することも、結構ありますね。うん。あと、動物の言葉というか、ね、
ガユさんはゼオとある程度意思疎通ができる感じですね。こんな感じかな。はい、であと、タイトさんのね、動物たちの集い、タイトはコッペ、ケルベロス、ゼオと集っていた。人間と強い縁を結んだ彼らも頼もしい仲間に違いなかった。うん。ね、まあ、特に、ザイトさんとゼオさんは、まあ、クラフトで、実際戦ってくれますからね。まあ、彼らの力も借りながら、やっていこうと。じゃあこのまま西通りに抜けてみましょうかね。あれ？もう一個下か。うん、ここですね。はい。で、まあその前に、さっき買った、ちょっと、まあ本、まあこれか。本めちゃくちゃあるな。あ、これか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17。今のところ全部揃ってますね。あ、というか全部揃ったのか。まあ、これ読んでるとちょっと大変なんで、どうしようかな。まあ、この辺も見た方がいい気もするけどな。黒の使者、カーネリア。破壊付きのローゼ。まあ、この辺はね、まあまあいいか。はい、じゃあ、クロスフィルター、まず、緊急特報ですね。速報、クロスフィル次第含め、各要所解放、警備隊警察遊撃士協会及び各自から集まった勇士らによる合同作戦で、本日正午、クロスウェル市内は統一国新政府から奪還された。作戦に先駆け、昨日の時点でマインツ、ミシェラム、高知所方面の、黒の兵士の拠点を制圧しており、これでクロスウェル全域の要所が全て解放されたことになる。新政権による一週間にわたる不法な選挙と支配がついに終わりを迎えたのだった。まあ、一週間ぐらいだったと。緊急速報、エルム湖、巨頭現る。解放作戦がなされては間もなく、エルム湖の中心に突如として、ブライアン島のような建造物が出現。高さは推定500アージュ以上で、プロフィキタワーの倍を超える大きさだ。デュの海上要塞消滅。謎の巨塔は出現と同時に空に向かって大きな光の柱を発射。直後には帝国ラマール州に位置するデュの海上要塞が天空から降り注ぐ光の柱に覆われ、まるで蒸発したように跡形もなく消滅した。幸いなことに帝国軍の軍縮、再編成の関係で、要塞に駐屯する部隊はおらず、要塞の消滅に巻き込まれた者はいないという。まあ、不幸中の幸いではありますが、最終兵器、新総統の大陸統一宣言。竜の海上要塞の消滅をする、ルーファス新総統による声明が各地に届けられた。その内容から、謎の巨塔は統一国政府が密かに建造した最終兵器、中島のマベルであることが判明。各国が統一国への参加を拒否した場合、他の兵器の未曾有の力が再び行使されることがほのめかされた。国際各国緊急警戒体制へ。
中島のバビルの出現とルーファス新総統による宣言を受け、各国が次々と緊急態勢に入った。軍隊の集結や一部地域の住民の避難など、まるで半年前のように臨戦状態になったと各地の報道関係者が語る。その中でも特にガルバード共和国の反応が注目を集めた。バベルの次なる標的に名指しされた共和国は、国境線上に主要な戦力を迅速に展開、短時間でクロスベルを包囲できる戦力を形成した模様。新大統領のロイ・グラムハートは、我が国の国民の安全が脅かされた時には、必ずその供与というのを非相応の代価を払ってもらう、と発言。これは、クロスベルへの武力による強制介入を示唆していると、政府関係者は分析している。臨時速報。突入作戦決行。つい先ほど行われたクロスベル臨時会議と各方面の協議により、坂島のバビルへの突入作戦の決行が確定した。ということで、何としても、成功させましょうということで、次はね、西通りの方に行ってみましょう。